どうしたんだ。また非人間族か。どこにでも嫌がる。黙れ。おっと、終わらせるぞ。ウィッチャー向けの雑用があるんだが。雑用は大抵金にならない。これは金になる。ただし急いでくれ。こいつらに時間をかけすぎた。彼らは倉庫を共有してる。そこに怪物が出た。現れた。一人でに？お前が入れたんだ。俺から騙し取るつもりで商品に手をつけた。 作り話はよせ。誰が誰に怪物を消しかけようとしたことか。だが化け物は始末すればそれで。どうだウィッチャー。よし、引き受けよう。気に入らん。非人間族は結託しやがる。あれはグールじゃなく俺の死んだばあさんだとか言う気だぞ。顔はよく見えなかったが言われてみればその可能性は十分に。黙れ。さもないと怪物が片付いたらすぐに 倉庫に調査官を送り込むぞ。その必要はない。そいつをしまった方がいいぞ。誰か知らない場所には行かない。柵がノコギリで切られてる。それで脱走したんだ。深い足跡。ドワーフか。それで怪物は始末したか。ああ、適材適所だな。でそいつはなぜあそこに？ 檻を見つけた。誰かがそこにネッカーを入れていた。柵はノコギリで切られていたが。脱走させようとした者がいるな。どっちがやった？ドワーフだと思う。は？馬鹿げてる。くだらん。なんで俺がそんなことを。この差別主義者が気に障ったとかな。だがそれで十分だ。報酬だ。それとお前ついてこい。 公主権が楽しみだ。誰かが首吊り台に乗せんとな。どうだったんだ。